皆さん多分日本がやばいってことはもう分かっていて、令和の山本さんにじゃああと入れるって時に山本さんの個人の思いを聞きたい。ご質問ありがとうございます。20年ぐらい芸能界の中で生きてきたんです。でも人生に転機が訪れた。それは何か、原発事故だったんです。それまで世界的なコンセンサス、取り決めとしては1ミリシーベルト以内に抑えようねっていう話だったんですけれども、政府が示した方針は年間20ミリまで OK にするってことだったんです。ちょっと普通じゃないですよね。放射線がある場所に出入りする人たちは年間5ミリっていう規制があるってことです。むちゃくちゃじゃないのって、そういうところが出発点なんですね。この国の未来さえ捨ててるっていう状況だなっていうふうに自分感じたんですね。その怒りからデモに参加したりとか、原発やめろっていう声を上げることになったんですよ。芸能人の立場で言っちゃったら仕事がなくなるんですよ。本当に細くなっちゃって、全国の皆さんがうちに来い、どんな目にあったかってこと話してみないかってことを声かけてくれたんですよ。労働問題に関してやってる弁護士さん当事者の集まりだったりとか、貧困問題をやってる当事者や、それを支援してる人たちの集まりだったり、全国1年半ぐらいいろいろぐるぐる回って、そんなことってあるんですかっていうことの連続なんですよ。これだけいろんな話を聞いたけど、これどうしたらいいのって思った時に、直接言いに行ってやろうと思ったんですよ。で、初めて選挙に挑んだのが2012年のここ杉並だったんです。で、2013年に東京選挙区から参議院に送っていただいた。参議院に行って6年間で分かったこと、ここまでひどいのかってことに打ちひしがれたんですよ。で、国会の中の戦い方って見た時に、あ、もうここでいいよっていう線引きを決めてるんだなっていうことに気づいたわけです。そう思った時に、徹底的にやる人間たち、徹底的にやるっていう勢力、野党側の戦い方を変えさせるぐらいの影響力を持っていくっていうことをやらないと、この国の破壊は止められないんだな。だから一人で旗揚げしたんですよ。地獄みたいな社会、なんとかブレーキかけて転換していきたいっていう思いが一番だから、今必要なことは国会の中に緊張感を生み出すこと、そして必要な経済政策を少しでも前に進めること、そう考えて旗揚げしたのが令和新選組なんですね。どうかあなたの力を貸していただきたい。1枚目の投票用紙は山本太郎、2枚目の投票用紙は比例は令和、ひらがな3文字で令和とお書きください。よろしくお願いします。ありがとうございます。